よし、濱家です。じゃあ行ってきます。で、今日はですね、なんかいっぱいね、あのアワビとウニを、知り合いにもらいました。で、サブちゃんにしようかな、ホンちゃんにしようかなって悩んで、今回はサブちゃんで行こうということで、まあ別にそんなね、違いはねないんですけど、まあほとんどね、無修兵でふざけながらやっていくっていうのがね、サブちゃんなのかな。とりあえずそのチャンネルと気負いせず、もう前置き長いからいいや、やろうぜ。はい、それでいただいたアワビとウニがこちらでございます。はい、ドン。これだけのね、ウニで、今ね、赤ウニが大変旬で、いたたたたた、持てないな。はい、で今赤ウニがね、大変旬で美味しいです。赤ウニは非常に珍しい、まあ突然変異みたいな個体で、これね、世界一というか日本で一番美味しいウニとも言う人もいるぐらいで、ちょっと時期外れのこちら紫ウニでございます。その名の通り紫だからだと思います。これちょっと時期外れなんで分かりません。で、これ大量のね、生きウニ、じゃあ生きアワビいただきました。で、皆さん、高級なもののね、サンドといえば、あの牛肉のカツサンドとかあるじゃないですか。なんか神戸牛カツサンドみたいなね、アワビのカツサンドってないなと思って、最初カツサンド作ろうと思ったんですけど、アワビなんでライスバーガーを、アワビカツライスバーガーを作ろうかなと思います。じゃあやっていこう、レッツゴー。とりあえずアワビを出しましょう。あ、よっこいしょ。で、先にアワビの表面を金だしでこすります。これがね、あのこう接着しとんですよ、岩とかに。だから汚れと、まあ、土がついてる可能性があるので、ここをこすると、もうね、金だしでこすっちゃうとこうやってね、白くなります。まあ、水かけながらね、こすっちゃいましょう。はい、それじゃあ全てのアワビがこすれました。じゃあこのね、殻から外していきます。で、こっちから外すとね、この肝がここにあって割れちゃうんで、こう見て、あの薄い方、ほら、こっちの薄い方の前からね、あのここにある、なんだっけ、貝柱ちゃんを外してあげる。そうするとね、肝が破れず、外れちゃいます。で、くるっと。で、ちょっと破れちゃったけど、これ入れていきます。で、2個目も同じように前から入れて、外したらこう、あれ、うん、手でしかない。よし、じゃあ全部剥いていきます。はい、じゃあ大量のね、アワビが取れました。僕でもね、こんだけの大量のアワビをいただくことはめったにないです。じゃあこれをね、次はこの片栗粉を入れてね、あの汚れを落としていきます。片栗粉ね、触るの気持ち悪いって思ったことないけど、僕ね、あの人がね、あのなんか気持ち悪い、例えばあの船酔いとかしたら、僕船酔いにならなくてもなんかね、気持ち悪くなっちゃうんだから、影響されやすいタイプなんですね。で、洗っていきます。で、洗ったのを入れていきます。で、入れていくついでにね、あの肝取っちゃおう。肝取って別の容器に入れていきます。で、これで肝とアワビに分かれました。で、さらにね、このアワビをね、分ける必要があります。アワビのね、ここにね、口があるんで、この赤いやつをね、親指でもうぐちゃっとほじくる必要があります。ここですね、この肝がついてて、ここ、これが結構硬いんで、あの、うん、包丁で取りましょう。包丁でね、切れ込み入れれば簡単にね、取れます。で、完全にアワビの肝と、アワビ仕分けられました。じゃあ米が炊けたので取り出します。で、米を取り出して、で、米の中に片栗粉大さじ2程度で、塩を少々加えます。これで混ぜます。こうすることでね、米が固まりやすくなります。で、米もあらかじめそのちょっとね、水気を少なくしておりました。で、器に先にラップ敷いて、で、ここに米半分入れます。
でぎゅうぎゅうに押し付ける。これでライスバーガーの半面で、もう一個も引いて、で同じように米で入れ物に入れて、でまた押し付けましょう。よし。でこの2枚をアルミタイヤから、アルミタイヤけど凍らします。これ冷凍庫の中で冷やしとく。で次ウニ、でウニの正しい開け方知らないんで、ステーキナイフ2本でね、我流でやらせていただきます。もう僕はねガッと刺して、でパカッと、こんな感じです。お、ちょっとね身入ってる感じしますね。まあ、とりあえず全部割っていきます。でこちら赤ウニです。はい、わ、赤ウニはね綺麗な身が入ってますね。よし、こっちの赤ウニは痩せてます。はい、全部割れました。はい、取れました。取れたんですけどね、色の悪いやつは今回使うのをちょっとやめました。こんな感じです。で、ウニは塩水、冷たい塩水で洗いました。これを冷蔵庫に入れておきます。で、次にお湯を沸かして、アワビをこのお湯の中に入れます。めっちゃこぼれた。で、これでね、さっと湯通しすると、アワビがね、すっごい柔らかくなるんですよ。で、本当さっとでいいんで、すぐ火止めて、で、水の中に入れていきます。これで冷まします。で、冷まったら水気を切りましょう。はい、じゃあ水気が取れましたけど、全部は多分ライスバーガーの容量がこれぐらいだったんですよ。だからね、4つぐらいかな。だからちっこいのは抜けておきます。で、この4つでやっていこう。で、我が家の母の教えにですね、なるべく洗い物は少なくという教訓がありまして、まずここに小麦粉ゾーンを引いていきます。で、この子たちにね、白化粧を施してあげましょう。多分パン粉がつきにくいんで、ちょっと多めに、気持ち多めに塗っていこう。パン粉ゾーンをもう先に作っておく。で、ここに卵で溶いちゃって、で絡める。これが母の技だ。僕が母から教わって唯一の技がこれです。で、ここにパン粉をまぶします。はい、これで OK。 じゃあ揚げていきます。で、この海のもの系はね、よう跳ねるんですよ。もうそれが熱いんよな。いい感じ、ちょい焦げいい感じ。生パン粉は焦げやすいんだな。まあ、新鮮だから火の通りもほどほどでいいでしょう。よし、もういいでしょう。よし、はい、アワビカツの完成。これはこれで OK。 でも軽く冷凍しとったね米、これも揚げます。米も、入れていきます。で、まあ、ちょっとしたら返します。よし、これもあんまりすると硬くなりそうなんで、ぼちぼちで。ものすごいカロリーだ。ささやかなカロリー抵抗をしておこう。で、最後にソース作り。この肝をね、何ぼか使いましょう。これぐらい使おうか。で、まず叩きます。叩くと飛び散るんで切ります。で、これ鍋に入れていきましょう。うんぴみたい。よし。で、鍋にウスターソース、
それとケチャップ、これで火にかけてみます。で混ぜる。で酒もちょっと、で砂糖もちょっと入れます。これで完璧。よし、これで火を止めて、でこの中に入れて、身と汁を分けます。ソースを、はい、それじゃあこの残りの皮とこれに分かれました。この皮もね、普通に食えます。うん、肝の残りとか美味しい。でこちらが特製肝ソース。それじゃあ作っていきましょう。まずはご飯で、レタスの代わりにシソです。でここにアワビ、残念ながら3つしかのな。そしてここにウニ、まあ火ウニもね、火通してもよかったかもしらん。で特製の、肝ソースをかけていきます。これね、味見したんですけど、非常に肝の濃厚な味わいがね、ウスターソースとマッチして美味しかったです。で邪道という中でマヨネーズを少々。よし、これで蓋をしてあげたら、はい、こちらあまり美味しそうではありませんが、浜湯特製、アワビカツバーライスバーガーの完成です。小鳥でノンアル。はい、それじゃあいただきます。でなんかね、このビール、ウェルイスタンブロイプレミアムピルスっていうね、なんかね、あったんですよ。でいつもゼロカロリー、ドライゼロなんで、まあちょっと違うかなと思ってこれ買いました。もう絵が最高ですね。これもうこう置いたら完璧ですね。はい、じゃあかぶりつくこともできるんですが、せっかくだからやっぱりね、真っ二つに切ってみたいと思います。よし、切れた。じゃあいきます、オープン。こうな感じです。はい、まあこう見るとね、美味しそうです。じゃあちょっと先にビールから。おお、まあ悪くはないな。ちょっと外国風の味がイメージ、勝手なイメージですけど、でも普通にノンアルコールの中ではかなり上位。美味しい。じゃあこちらアワビカツライスバーガーいただきます。うん、うんうんうん、まあうまいに決まってるよね。この最高のアワビとこの濃厚な肝ソース、ちょっと食べかけてごめんなさい。とね、あとウニのね、ほどかな香りとか甘みが後から来て美味しいです。うん、でシソもねちょっとくる。まあこれを買ったらめちゃくちゃ高いんでしょうけど、せっかくだからね、いろいろチャレンジということで美味しくできました。うん、でまあ改善点があるとすれば、もうちょっとねアワビを薄く切って重ねて噛みやすくして、んでそうだな、ソースをもうちょっと濃くしてもいいかなと思いました。今回初回ということなんですが、なかなか美味しくできて大満足です。ではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。ちなみにこちらの、黒いねイオンのカゴ、これは買ったものでございます。盗んだものではございません。マイバスケットっていうのかな。で話がそれましたが、あれなんだっけ、アワビカツライスバーガー、まあなかなかねアワビをカツにするというのは勇気がいることかもしれませんが、非常に美味しく食べることができました。もっと改善すれば、いずれは高級料理店で出せる日も来るのかなと思い存じ上げます。皆様本日もご視聴ありがとうございました。ではまた、ごゆるりと。